次、愛用のクレジットカードを教えてください。はい、これはね、あの簡単なんですぐ答えます。私は日本にいる時から愛用してたクレジットカードは、マイルがとにかくたまるもので、で、日本にいたはあは、あのダイナースの、うん、えっとね、ANA だったかな。ANA ダイナースっていうカードを使ってました。これあ、ない。入ってないや。<laughs> もうそう、こっちでは使えないから、あのダイナースの、えっとね、 ブラック、なんだっけプラチナムだったかなとにかく、あの、100円で2ポイント貯まる、あの、普通100円1ポイントとか、なんか結構割のいいと言われている、なんか、なんだっけなんたらカードとかでも1.3とかね、そんな感じなんだけど、あの、ダイナンスは2、2貯まるっていう、すごい一番効率が良かったんで、それを使っていて、日本に行った時はで。あともう一個は SPG カードっていう、こちらね、うん、この、なんか、か、か、 なんつうのこれ、ホテル系ホテル系ホテル、ホテル系のなんか有名なマリオットのカードですよね。これ、すごい使ってる人多い。なんか私も、あの、それこそね、パリに行った時とか、あの、周りも全部、億以上稼ぐ経営者ばっかりが100人何人とか集まったんだけど、まあ、大体もう8割ぐらいの人が今のカード使ってるね。SPG カード。うん。そう。これで、あの、ポイントを貯めて、マイル、 なホテルに無料で泊まったりとか、あの、マイルに変えたりとかね、してる人が多いんじゃないかなと思います。で、ドバイに来てからは、このシティカード。これもね、あの、マイルなの。エミレス。あの、日本の航空会社のマイルが貯まるカードがあんまり使えないんで、今はエミレスのマイルが貯まるカードを使ってます。だからね、これでこの前のパリも往復、ファーストクラスで行けたんで、ね、無料で。<laughs> イエーイ。はい、うん。です。